はい、皆さんこんにちは、ワナイブルフィーです。では今日のバンコクからですね、プレーの方へ行っていきたいと思います。で、前回ですね、石田君が斎藤家を滅ぼして、ミノの大半を手に入れたというところになります。で、今回はその続きになるんですが、どことですね、先端を開いていくか、戦争をしていくかというのは、ちょっと相手の出方を見ながらプレーの方をしていきたいと思います。やっぱりね、一番欲しいのは、信長、家康、この辺りを配下に加えると、武将の質量ともに一段とパワーアップできるかなと思います。ちょっとね、周辺にいろいろ大国が控えているので、どういうふうにやっていくかっていうのは、この先プレーをしながら見極めていきたいと思います。では早速プレーの方始めていきましょう。今8月に、9月になると、多少なりとも兵糧が入ってくるので、再び戦争はできるんですが、長期戦をするだけの兵糧の蓄えはないので、できればね、しばらくの間はおとなしくしていたいなというふうな思いもあるんですが、他国がね、どういう動きをしてくるかというのもよりますので、見極めながらのプレーになります。上杉から使者が来てるんで、この上杉っていうのは謙信の方ですね。早速じゃあ進言をしておきましょう。報告いたします。先月の収支です。兵糧は24,000か。ご命令を。で、補佐官が動作に変わってますね。ではちょっとね、上司をしっかり任命していきましょう。今回はまず諏訪城は義達ではなく道さんにしましょう。道さん、上州の知略、つまり守備力がそのまま城の防御力になっていきますので、ここは機内でいいよね。知略の高い順でいくと。で、機運城は秀政、秀政も文句なしだな。で、他はというと、郡上八幡って誰が来る？長政になってるんだな、今。そうすると、ここは、星重に変えておきましょう。で、大垣城は佐古。全く問題ないですね。で、亀山城はというと、森信か。ちょっと弱いけどな。森信がこの先、前線に立つということも想像はないでしょうと。御所に関しては、智則か。武勇統率は高いですけどね。さっきお話したように、城の防御力はそのまま、城主の知略、守備力に直結しますからね。では、まずは、どうしたかな、義運城の証券に進出してみましょう。で、今回は開墾するんで、治水が高いところは、優先的にやっていきたいと思います。あと、流民がそれなりにいないと話にならないんで、戦いが終わったばかりの義運城なんかだと、流民がそもそもいませんね。さすがに稲葉山は海多いけど、どうする？承知いたしました。ちょっと治水が下がっちゃうのがね、心配なんですけど。承知いたしました。長野さんも海多いね。松戸島はちょっと海少ないでやりましょう。で、御所はめちゃくちゃ多い。承知いたしました。この辺りはね、その農民兵を一気に解雇したんで、その分流民の割合が増えているなという感じはします。兵糧がね、倉庫になってもらいましょう。その辺りはしっかりと兵糧を蓄える、兵糧を獲得する場所と、あとは兵を集めるところで分けていきましょう。
ちょっとここで一旦外交状況も確認しておきますか、他国のね。石田としては今は、太宰、足利、で、大谷と同盟関係にあるという状況で、まあ、その他で言うと、久秀とかね、鈴木家、あるいは徳川なんかとは、今だと通商の関係にあるというところになりますね。なので、ちょっとね、今通商の関係にあるようなところに関して言うと、どうだろう。一旦神前の大使を送っておいて、兵糧を巻き上げますか、また。は。兵糧を巻き上げたいですね、兵糧を巻き上げたい。兵糧を巻き上げたいところで言うと、まあ、そもそも兵糧巻き上げに乗っかってくるかという話はあるんですが、はこれで、60まで持っていきましょう。はどこもね、60まで持っていけば交渉が可能になるんで、交渉で兵糧をもらいましょう。そうすれば戦争ができる状態になりますね。再びみんな動き出すと思うんですよ。兵糧が入ってきたんで、ね、戦争ができる状態になったと思う。どの家もで、ここはどうしようかな。上杉 VS 正幸か、まあ、普通に考えたらどう考えても上杉が勝ちますね。まず拠点の数が全然違うし、係数も全然違うんで、まあ、ここは上杉と親善をしている最中でもいうのがありますからね。上杉についておきましょう。おっと、すいません。で、諏訪勝頼は信玄のところに攻め込むか。これはちょっと確認したいな。武田家 VS 諏訪家、これよくさ、仕掛けたよな。諏訪勝頼の方、北条今川、あと上田上杉家、これは掛け勝ですね、が戦うと。ここはどちらにも参加せず日和見を決めましょう。で、これ勝頼の方を見ると拠点が4つしかないんで、4つの拠点から兵を出して信玄の下位に攻め込むとなると、諏訪方面、つまり信濃ですね、信濃方面が手薄になるんで、信濃に出兵するっていうのが手だな。で、一つ二つ城をかすめ取りましょう。ちょっと実際に動きを見ると、やっぱり報告いたします、だいぶ兵が動いているんで、表情を始めましょう。これにて表情を終わります。我に策がございます。お、兵団管理はすぐにでもやりたい。計りごとならば、で、道さんからはこれもやりたいですね。対騎馬防御上昇、武装、無兵装攻撃力上昇中。まあ、これつまり鉄砲回しがある、騎馬も備えてない部隊ということですね。中槍もやりたいですが、さてどうしようかな。まずは兵団管理ですね。兵団管理をやっておきましょう。で、あと支出検知やりたかったんだけど間に合わなかったか。検知をするには農業が全然足りてないんで、農業で次なんとか貯めていきましょう。で、そうすると高東城に勝頼の軍勢が集まってますね。まあ、数で言うと、まあ、1万5千ぐらいになるのかな、最終的に。となると我々としても兵を挙げて、信長を包囲するという意味で岩村城、もしくは木曽福島あたりに兵を出しておきますか。
まあ、岩村城にすると信長を刺激しそうなんで、木曽福島に兵を出しましょう。承知いたしました。取引を行いましょう。かしこまりました。でその上でありがとうございました。宣戦布告していきましょう。勝頼我が妻お見せしましょう。誰がいるんだ。またちょっと、ね、姫を差し出してもらいたいです。で浅井足利松永久秀、この辺りから援軍が得られるわけだ。で、謙信から兵糧5,700、これは嬉しいな。そうすると一応援軍も頼みましょう。浅井から援軍を、小谷から兵糧2,200、全然いいでしょう。で、こっからなんですが、木曽福島に向けて出兵するという中で、戦場の上限が5,200か。今想定される決戦場、木曽福島の戦いになると、まずそもそも決戦まで72日を要した上に投入できる兵力が5200まで、これはちょっとないな。となるとちょっと敵を刺激しそうで怖いんですけど、敵というのは信長ですね。岩村城にちょっと攻め込んでおく。で、ちょっとその集結までに時間がかかりすぎるところは削除していきたいな。まあ、1ヶ月っていうのが目処ですね。1ヶ月以上かかるようなところから兵は出すのやめましょう。まず道産は1,800マックス出して、で大垣城の左近もマックス出しましょう。で秀政もマックス1,200、長政は、まあ、欲しいしな。吉高隊はどのくらいかかる。21日機内は3,700、小作りは騎馬で編成できるのが1,400ですね。でそうなると、そうだな、稲葉山からは誰が出てる。稲葉山から兵が出てないのかな。ちょっと確認しましょう。ここはね、道産が入っている諏訪城でいいでしょう。で、左近は大垣、秀政が紀雲城、長政は小谷から援軍、義高は稲葉山。そうか、稲葉山から義高が出てるんだな。これを変えましょう。もちろん総大将は三成を出しましょう。三成に義高をつけて、先方でいうところのシッターが欲しいので、堀利茂を入れる。これでいいか。で大将三成、総勢17,600で、兵糧は月に7,000消費するので3ヶ月間行軍できます。進むのです。継戦能力は3ヶ月です。3ヶ月のうちに
削れるだけ削りましょう。外交取り次ぎが解放です。おお、今度は明智軍と豊臣軍が姫路で戦端を開いています。で、秀吉軍が勝って、これ姫路城を奪還するかもしれませんね、秀吉軍が。で、正幸軍と謙信軍、まあ、ここはさすがにね、謙信軍が勝つでしょう。兵力下がりすぎて、使いの者が来たようです。イエス・ゲール交渉、通商協定は普通にしましょう。今欲しいのは兵糧ですからね。で、ここなんですね、信玄と勝頼、どっちが勝つか。で、勝頼が勝った方、まあ、ここは兵力的に勝頼のが有利な感じですね。で、勝頼の方がなお1万の軍勢を控えているか。それぞれ上杉、鈴木、あと家康ですね、謙信、重秀、家康と兵糧をもらう交渉ができる60まで心象が上がったので、報告いたします。早速次の先月の収支兵糧をもらっていきましょう。で、ね、最悪家宝をよこせって言ってくるんで、まあ、そこをどうかわしていくかですね。まずは上杉に対しては交渉が有利、外交取り次ぎが発動してるな、よし、ここは兵糧をもらおう。承知いたしました。で、浅井からも兵糧、基本全員兵糧がもらいたいんで、兵糧ひたすらもらっていきましょう。承知いたしました。兵糧さえくれれば何でもいい。承知いたしました。なんでここで兵糧がしっかりもらえれば、兵糧をもらって、まあ、できればね、1万、つまり1つの大名家と 1回ぐらい成功させたいですね。承知いたしました。で、2個成功させれば安心かなっていうところですね。特に期待しているのが上杉、鈴木、徳川、こことの交渉で見返りに同盟を結べれば1万円。おー、しまった。証券進出忘れちゃいましたね。次の対話しっかりやりましょう。で、今度は山形隊と勝頼軍がぶつかるけど、まあ、ここも勝頼軍の方が有利だな、どう見ても倍ですからね。12ヶ月の同盟、全然申し受けましょう。期待している通りのことだな。鈴木家からは同盟、これも期待通り。で、松永からは24ヶ月の同盟、ああ全然いいです。いや、だいぶ兵糧に余裕が出てくるな、この関係だと。日光一文字、これはちょっと上げられないな、拒否しましょう。何、義継も断金ちぎりがあるのに2回で自家宝をよこせって言ってくるのか。最高賞しよう。みんなこの日光一文字が欲しいんですね。日光一文字はね、黒田官兵衛が秀吉から拝領した名刀ですからね。で、謙信からの24ヶ月の同盟なので、これも結んでおこう。着々と兵糧集めが進んでるな。待機します。そうするとだ、一気に諏訪を飲み込めますね。諏訪を飲み込んでしまうと、報告いたします。いよいよ武田、あるいは織田、奥田はどの先端を開くというのが見えてきます。
ご命令を、ね、石田家もだいぶ大国化してきてますので、かしこまった。で、費用が下がってるところには今巻きをしていきたいんですが、ポイントとしてはやっぱりね、兵糧の承知いたしました。稼ぎ場所になっているところを中心にやっていきましょう。で、石田軍は一つ姉妹と兵を進めます。17,000兵を打ちましょう。で、ここなんだよな。先に高遠城とか取っとく。こんなの木曽福島に行ってもね、兵の優位性が全く生かせないんで、今勝頼はどこに行ってる。勝頼の出兵先は杉浦崎館まで取ってるんだな。ってことはこれは信玄がピンチだな。ってことは一度やっぱり叩いておく必要があるな。で、今だったら信長とも戦えるんで、一旦岩村城に兵を進めましょう。進むのです。手を打ちましょう。結局でも木曽福島で戦う戦端を開くことになりますね。しょうがない。じゃあおとなしく木曽福島で進むのです。敵を叩きましょう。一度手を打ちましょう。進むのです。で、勝頼軍を蹂躙しておきましょう。兵糧は全く問題がないんで囲むのです。で、敵は一度開閉している。であれば兵糧に余裕があるとはいえ、強行するのではなく、武田が滅ぼされたとなるとますます諏訪が欲しいな。勝頼が欲しい。そうすると武田の優秀な家臣団がこぞってこちらに入ってくるわけですよね。これはデカヒデをやろう。報告いたします。先月の収支です。表情を始めましょう。みんな農業いいの出してね。農業それも一つの策ですね。で、さすが策になる。これにて表情を終わります。そことこみんな揃ってますね。分かりごとならば漁民増加率上昇、これもやりたいですね。で、獲得施策力増加中、これもやりたいな。やりたいのばっかりだな。漁民保護は本当にやりたい。大名発言やりたいし、施策強化もやりたいし、検知もね、やっていきたいんで、まずどうするかというと、優先的にやりたいのはやっぱり検知ですよね。兵糧は増やしたい。で、大名発言を入れるか、施策強化にするか。まずは、獲得力を上げていきましょう。独築支援とかちょっと放っておいて、行動増加の75ですね、目指すのは。で、商業を重点的に増やしていきましょう。次のターン。はっ。で、ここで諏訪軍を撃破して一気に勝頼軍を壊滅にさせれば戦局がすごく良くなりますね。ここはお任せくだされ。ここは自ら石田三成出陣してますので、軍師遊撃を入れていきましょう。で、軍師統括隊を誰にするかなんですが、軍師統括隊には防御力が低い武将を入れておくのが基地なんで、っていうとはっきり言ってみんな三成よりもほぼほぼみんな高いな。ただどうでしょう、これ見ると三井で89でしょ。89以下で言うとこ
このあたりかな。ちょっと陣形見ていきますか。まず前方軍師統括隊の一番先頭には長政で、これ防御力82なんですけど、軍師遊撃統括隊に入れてるんで、これが三成と同じ89まで上がります。なんで戦闘力は攻撃力89、防御力89という形ですね。で、続いて79が89に当たる。で、秀政に関して言うと、もはや、ね、関係ない。秀政の方がそもそも三成よりあらゆる点で優秀ですからね。で、動作で、左近、機内、こんな感じの陣容になっています。ここはね、軍師統括隊をうまく使ってしっかりと敵を撃破していきましょう。敵はどうだったら、そんなにきっとお覚悟願います。多くはないです。敵の居所知れました。ご命令を。これがこのまま行く、このまま行けば三成がまず先端を開けるから、このまま進軍しましょう。攻め込め。浅はかな。長野が多少になってるか。策のある者がいるようです。我が力、思い知るがよい。ゲチ。そろそろしっかり真摯を出してみましょう。覚悟しろ。ご命令を。始めるぞ。ゲチを。始めるぞ。手を打ちます。今が好機。覚悟せよ。今は引く。放て。このまま敵を壊滅させておきたいけど、三成でしっかり人体を撃破しておきたい。ご命令。で、残りの部隊はしっかり先へ進んでいきます。始めましょうか。ここです。敵を制すは我が軍略よ。今は引こう。やりたい。前へ。放て。このままね、一気に敵を押し込んでしまいたいんですけど、我が策、ご覧ください。第一大満大吉。我が才、天下に披露しよう。策がございます。僕の手じゃ、見せてやる。ご命令を。お覚悟願います。国立調査所を食らってる部隊が。覚悟しろ。いうことを伝えたってから。皆さん、行きますよ。あなた、一旦引くぞ。お作り隊は最高。まあしょうがない。今は引く。お作り隊なんて全面に出すべきじゃなかった。今はございます。長政も危ないんですが、ここは一連拓章を利用していきましょう。左近は愚か者にはこのまま攻めてもらって、動作とかね、ようやく操作が可能になりましたので手を打ちましょう。ご命令始めるぞ。ゲチを
テーマさんの場合はね、ちょっと数が不安になってきてるので、一気に行きたいところですけど、掴んだ勝機、逃しはせぬ。放て、一旦引くぞ。ここで長政の部隊が回答か。放て、寄り問い、おい。ここで敵全軍の撤退を確認したので、基礎福島城を勝つべくして勝ったと言えますね。この後急速にね、多分勝頼軍が強くなると思うので、その前にできるだけ敵の兵を削っておきましょう。ちょっと読み方わからないけど、女子も参戦してるな。片付けなく思います。ここはそのまま兵糧攻めにかけましょう。勝頼に対してみんな先生に行こうか。ここは信長についていく。まあね、勝頼をみんなで囲むというのは手ではありますからね。で、先駆け衆が対応。ちょっと先駆け衆の確認しておきますか。どんな効果だったか。決戦で部隊の士気が上がる先駆け衆、いいですね。信長もおそらく岩村城とかを狙ってくると思うので、信長に負けない報告いたします。先月の終始です。兵を繰り出していく必要がありますね。信長が勝頼に戦艦を開いてくれたというのは大きいな。で、勝頼の配下になった信玄が信長の迎撃に向かうわけだ。で、信長軍バーサス信玄軍、まあ信玄軍の方がちょっと押されるでありましょうけど、信長もだいぶ兵力蓄えてましたからね、ここまで。で、勝頼がこちらに来るか。ここは人のみにしましょう、勝頼。諏訪姫を差し出せるっていう感じですね。で、ここもね、決戦兵力は5200までしか投入できないので、5200をうまく活用していきましょう。で、軍師優勢さっき分かったんですけど、結局その小作り隊に関して言うと話にならないので弱いって取っておきましょう。当てにしないっていう。で、武将が入ってきたらもう作り隊に関して言うとしばらくは後方支援にしてもらう方がいいかもしれないな。でもちょっとまだ読めないですけど、ここは数に物を言わせて一気に始めましょうか。勝頼が先端できてるな。勝頼軍が行きます。全軍突撃の体制できてるな。これ勝頼軍を一気に壊滅に追い込めれば、少ない兵力の減少で戦いそうですね。伊勢政の部隊に突撃されると結構辛いんで、手を打ちます。逃げないのなら仕方ありませんね。長政もしょうがないね、終了時。それよりは勝頼軍を完全に壊滅させることのが重要だから。見誤ったか。完全に囲んでしまえば勝頼ね、逃げるしかない。我が策ご覧ください。この策で
機を欺か。掴んだ勝機、逃しはせぬ。敵の居所、知れました。まあね、少ない兵で得意で覚えてきたら勝つよりの戦術が疑わざるを得ない。勝つべくして勝ったと言えますね。で、星名と小笠原ですね。両方とも石田県に入ってもらいましょう。おそらく神奈川県も滅びるかなっていう感じだな。で、竹中家は大友家に滅ぼされたってことは、半兵衛が、さらに謙信が正幸を滅ぼしてますね。まあ、各国それぞれ勢力拡大してきてるな。なんといってもね、信長軍が大きくなってきたので、次は飯田城の攻略に入りましょう。まあ、幸い兵糧には余裕があります。ご命令を。生産性が低いところで、種まきする？生産性が上がるとはいえ、だったらね、でも種まきするんだったら、やっぱりね、しっかり兵糧が取れるところ、松ヶ島とかでやっていきたいんですよね。はっ。で、残りがそうだな、郡上八幡で土作りでやっていきますか。はっ。松倉堂で土作りをしておきましょう。かしこまりました。で、そろそろね、次を見据えておきたいなと思うんですけど、次というのは歩兵に関して、まあ、ただ今あんまりね、お金もないんで、しまった、また忘れちゃったな、証券収支。使いの者が来たい。どうしても忘れがちですね。お金565で講和してくれっていうのはないな、さすがに。口ほどにもありませんでしたね。かたじけない。そしたら手を打ちましょう。この後は信長がこれ以上進出してこれないように飯田城へ手を振りましょう。飯田城は高坂の佐野がもう入っているのか。出陣しましょう。まあ、武将の質で言うとね、武田信玄軍が圧倒的に勝頼よりも、優秀な武将が多かったわけですからね。報告いたす。先月の収支です。表情を始めましょう。表情は商業系が欲しいな、中心。お、いいね。敵がいいこと言ってるぞ。ここまでみんな微妙なことしか言ってないけど、ここは論議13。これにて表情を終わります。我が策、ご覧くだされ。玉川城主がこの策いかがでしょう。で、あとは港の証券収入上昇書。ただここ今一番欲しいのは、なんと言ってもね、行動増加なんで、行動増加が来るまで商業は絶対に使いたくないんで、商業が関係ないところをやっていきますか。大名発言、まあ、三成もまともなこと言ってくれそうなので三成にしましょう。三成君はこのまま進行するとして、前回忘れてしまったもったいない商業進行を入れておきましょう。これ2回できるとやっぱりね、だいぶ変わってくるので、次の表情では何としても行動増加の方策が打てるところまで勝利を貯めたいですね。
囲むのです。また差し寄り軍が来てる。しかも今回も差し寄り軍で5000人で、軍師遊撃で行きましょう。上姫が出陣してきてるな。さらに馬場信春、高坂正信、東武ドラマさん、そうそうたるメンバーだから武田軍、もはや武田軍になっている。さあ、仕方はというと敵の不審がわからないもの、まあいつも通りとりあえず兵は前に進めるしかないので前に進めていきましょう。始めましょうか。皆さん続いてください。敵の居所を知れました。まずは馬場の策のある者がいるよう。撃て。オリーブマカーはめちゃくちゃ優秀でした。敵の居所を知れました。ご命令、覚悟しろ。ご命令ください。始めるぞ。ゲチよ、始めましょうか。手を打ちましょう。お覚悟願います。覚悟しろ。我が命に従え。放て。敵の居所知れました。勲章一つ失ってでもいいんで、敵を一つでも二つでも最初に追い込んでおきたい。この策で敵を欺かん。我が様、お聞きくだされ。覚悟なき者、負けはせぬ。ゲチよ、お覚悟願います。ゲチよ、覚悟しろ。始めましょうか。また馬場のジャルタル追い込んでいく。格の差、まあ、やっぱりね、兵では勝ってても怖いですからね。かれ武田の猛将たちを相手に。敵の居所を知れました。我が策、お聞きくだされ。我が策、ご覧ください。さて、踏みつぶしてやるぜ。我が力、思い知るがよい。これ鬼は魔が良いも望むは貴様か。立ち寄り軍が現れたな。ここちょっと立ち寄り軍に集中する。やりたい。前へ。策のある者がいるよう。そしたら今いる兵のすべてを立ち寄りにちょっと抜けましょう。全軍転身して。ご命令ください。我が策、ご覧ください。ゲチ。馬場の信原を追うってね。我が命に従え。足が速すぎます。手を打ちましょう。お覚悟願います。ご命令。始めるぞ。ゲチよ。始めるぞ。運転して勝よりの本気を狙う。この一撃、貴様にかわせまい。放て。今は引くぞ。放て。我が策、ご覧ください。我が策、お聞きくだされ。我が策、ご覧ください。その首、この手でいただくとしよう。放て。敵の居所を知れました。策のある者がいるよう。よりは下がって下がってきましたな。我が策、
ご覧ください。やっはは、勝てるとでも思ったか。我が命に従え。よりもちょっと足が速くて分断されてる感じになってる。味方があんまりちょっと嬉しくない状態になってきてる。息の根止めてくれよ。我が策ご覧ください。我らが意地見せてくれようぞ。未熟者よ、覚悟は良い。敵の居所知れました。やりたい。おい、この策で敵を欺か。我が策お聞きくだされ。我が覚悟お見せしよう。浅はかなり。なんとかね、勝つよ。我らは意地見せてくれよ。はまって放て。策のある者がいるよ。この戦これで終わらせる。この策で敵を欺か。ご命令をお覚悟願います。始めるぞ。なんとかこらえてもらってる間に、この機会を一つでも確かに壊滅させて、かつ勝頼を対象に置いてみれば、一気にどちらに流れが来るかなと思うんですけど、敵の居所知れました。勝頼も動きが早いな。やりたい。前へ出て。勝頼の目がハブに追い込めるかどうか。始めましょうか。我が策ご覧ください。我が策お聞きくだされ。時は今、力を合わせよ。悪いがその首もらっていくぜ。今は引こう。やりたい。前へ。一旦引くぞ。今は引くぞ。この策で敵を欺かん。息の根止めてくれよ。切り込め。今は引こう。やりたい。前へ。一度引くぞ。よし、勝手りを入ってみましょう。我が策お聞きくだされ。今このまま勝頼だな。もう一押しで一気に流れがこっちに来るんですけど、勝頼を撤退に追い込む方が優先的ですよね。やりたい。前へ出て。巻き返すぞ。ご命令を。手加減できるほど器用じゃないんでな。愚か者には死あるのみ。吸収をかけてもらえれば。敵の居所を知れました。やりたい。おい。よし、発表を絶対に追い込みましたね。味方の存在もそれなりに出てしまったんで、天下を滑るまで今出陣してる負ける気はありません。兵力だけで勝頼軍を壊滅させられるかっていうとちょっと厳しいな。艦長の方とかにね、信玄性質ですよね。艦長の方って確
かたじけなく思います。報告いたす。先月の収支です。攻撃力をちょっとね、他の国々を少しばかし距離を少しばかし吉本に対しても同盟関のところまでは印象を上げておきましょう。かしこまりました。飯田城を落とした後は高東城でしょ。で高東城の後藤ヶ崎館富士吉田城までを手中に収めるのは難しいな。ここはただ吉本と結んで信長徳川と戦うっていうのが一番良さそうですね、流れとしては。ここまで長いこと兵を動かし続けるだけ。報告いたす。兵糧がね、ある時ちょっと心配ですからね。お金も潤沢に有り余ってるというわけでもちろんないので。そしたら、さっき取った木曽福島には人を入れましょう。木曽福島に誰入れるかな。稲葉山からだと、どうしようかな。木曽福島、稲葉山に人が溢れてるんで、稲葉山から稲葉を入れる。この程度でしたか。かたじけない。そしたら二正面作戦を視野に入れてか。まず三成軍に関して手を打ちましょう。ツツジヶ崎館を抜きましょう。出陣しましょう。でもう一個軍を起こして同時に進行作戦を行っていきます。赤東城に向けて兵数9500か。北田岳と物理隊、まあ40日前後みんなかかるけど、まあ、これは決戦兵力っていうよりかは完全に敵を取り囲んで出陣しましょう。迎撃していく部隊ということでいいでしょう。兵糧の消耗が激しくなるんですけど、9月まで持ちこたえれば兵糧が入ってきますからね。それでいきます。報告いたす。先月の収支です。表情を始めましょう。表情だ。何としてもここは商業系が欲しいけど、三成がろくなこと言わないな。いやー、利光めっちゃくちゃいいな。
これにて表情を終わります。これで商業が70になったので、一応かような策はいかがでしょう。行動回数が増えるはずですね。台風以外で、ね、しっかり押さえていきたいんで、もっとちょっと待ってね、行動数増加は75かしまった。商業が豪華になる。残念だな。これはやっときたかったけど。そうなると商業は使いたくないので、商業使わなくていいところをやっていくしかないですね。考え支援やっとく？考えの効果が上がる。まあやっとくか一応。で、開墾支援もやっとこう。よし、これでいいね。で、次のターンでこそ行動回数を本当に増やしましょう。確実に。塩尻の特殊証券欲しいな。さあ、今2つの軍を起こして2方面から勝頼を追い詰める作戦に出てますからね。とか飯田城に人を入れてあげるといけないな。勝頼と決戦になると。大谷とは同盟切れね。報告いたす。先月の収支です。そしたらまず大谷に対しては早速使者を送りましょう。兵糧で代わりに同盟結びたいよっていうね、いつもの外交戦略です。三谷勝頼軍と撃破した。勝頼軍はね、本当に武将が強いからな。だって今回に関して言うと、もうオールスターですよね、これ。完全に勝頼、配下に信玄、正影、信春、正信、信虎、信門、信繁ですね。さらに正豊とかね。いや、これ勝てる気がしないわ、本当に。あとはまた勝頼が突撃を仕掛けてきてくれることを祈りたいけど、まあそんなバカじゃないよな、さすがに。これはちょっと本当に危ない。しっかり戦わないと。手を打ちましょう。始めましょうか。行きます。敵の居所知れました。いや、勝頼が突撃してきてる。ありがてー、本当にありがたい。勝頼なんか実際にその突撃してくることが多かったみたいですよ、事実。よし、これは好機だ。勝頼完全取り囲んでしまいましょう。始めましょうか。浅はかなり敵の居所を知れました。いやー、ただ敵の突撃もでかいな。やりたい。おい、殺到してきてるもんな。策のあるものがいるよう。ゾウさんが早速危ないね。息の根止めてくれよ。いや、これすごい突撃力だよな、武田君。お覚悟願います。やりたい前。ガチンコだと危ないな。やりたい前。策のあるものがいるようです。この策で敵を欺かん。時は今、力を合わせよ。
本当にどっちに流れが傾くかわからない。始めましょうか。今は引く。このままでは。一旦引くぞ。今は引くぞ。仕方ねえ。一旦引くか。始めましょうか。ここでタコも引くか。やりたい。前。今は引くぞ。よし、流れはこっちだ。それでも流れはこっちだ。我が策、ご覧ください。オブス、お聞きくだされ。今こそ、雌雄を決する時。勝利を逃がしたな。始めましょう。ここはまさかげ。その首、絶対に追い込む。我が覚悟、お見せしよう。ここは引きます。ここで三成も解消か。捕らえてしまったな。前へ。まだ終わってはおらぬ。やりたい。勝利が先生、早いね。信玄の先生、ちょっと早い。形勢が逆転するな。一旦兵を後ろに下げた方がいい。さっきで押し切れなかったまま痛いな。ただ始めましょうか。この世界だけは一旦練り上げし我が部削っておきましょう。とくとみよ我らの勝ち揺るがぬぞ。この一撃貴様にかわせまい。こんなはず。今は引こう。やりたい。前へ。策のある者がいるようです。始めましょうか。一旦兵を引いて体制を整えます。それが我が戦。使ってくれるかっていうところだよな。今ね、発動レベルも。この戦、これからぞ。ここは引きます。持たなかったか。これからぞ。スタコンが戻った。ゲチュ覚悟しろ。始めるぞ。敵の居場所が知れました。押し込め。まだ終わりではありませんよ。策のある者がいるようです。オブス、お聞きくだされ。オブス、お聞きくだされ。信玄を完全に覚悟しろ。絶対に追い込む。手を打ちましょう。動くこと、雷帝のごとし。わからない。放て。巻き返すぞ。放て。策のある者がいるようです。よし、ここは確実に信玄を。お覚悟願います。撤退まで追い込みたい。覚悟しろ。我が策、お聞きくだされ。我が策、ご覧ください。侵略すること、火のごとく。その首、この手でいただくとしよう。敵の居場所が知れました。小尺な。三十六計、逃げるにしかず。お聞きくだされ。機内がちょっと危ないな。お聞きくだされ。手を打ちましょう。始めましょうか。信繁も、ね、敵の居場所が知れました。まあ、ここは機内が力を合わせよ。ちょっと撤退を受けられるんだな。見誤ったか。秀政が全然引きするまでもっと惜しかったけど、最後なんとか持ちこたえてくれって言うしかない。やりたい。前。
手を打ちましょう。お覚悟願います。始めるぞ。ゲチオ、お覚悟願います。いやー、サツヨリ軍強いな、侮れないな。ここで鬼の発動か、いいなー。止めてくれよ。放て。敵の居場所が知れました。さて、まずは機内だな。機内が復帰するまで下げておいて、その間に左近と三成と秀政で、まずは信繁隊を確実に時は今撤退に追い込みましょう。息の根止めてくれよ。やりたい前、やりたい前。策のある者がいるようです。よし、そしたら今度は始めましょうか。ババノズハル隊に挑もう。鬼左近の戦、鬼左近だ。鬼左近の発動がようやく、初めてじゃないですか、鬼左近が今回の作戦で発動する。浅はかなり。放て。おごさん、お聞きくだされ。我が策、ご覧ください。ゲチオ、始めましょうか。その首、もらい受ける。命は惜しまぬ。それが我が戦よ。今は人。今も撤退する？ここで。今一度、戦場へ。このままでは。肝心の勝頼はどこにいるんだ。勝頼は勝頼はここか。まずは一旦兵の削ってる ババノゾハルを完全に絶対に追い込んで、先に敵の戦意をくじきましょう。巻き返すぞ。やりたい前へ。放て。ちょっとでも足が速すぎるな、ババノブハル。ババノブハルに追いつけないんだって。山形正影がこっちに向かってきてるんだったら、正影を確実に仕留める方が先かな。ゲチオ、お覚悟願います。秀政だけ追わせて、三成は正影に変えて、左近の救援に向かいます。敵の居場所が知れました。音と、ここから巻き返すぞ。今は引こう。我が策、ご覧ください。我が策、お聞きくだされ。敵の居場所が知れました。巻き返すぞ。やりたい前。ご命令覚悟しろ。手を打ちましょう。始めましょうか。始めましょうか。その首、この手でいただくとしよう。はまって。まさか破れるとは。手を打ちましょう。勝頼はさらに下がったか。始めましょうか。我が策、お聞きくだされ。敵を制すは我が軍略よ。始めましょうか。もうこれ以上味方のね撤退や
なんやかんや受けられないんで。巻き返すぞ。放て。手を打ちましょう。お覚悟願います。ご命令をお覚悟願います。ご命令を覚悟しろ。我が覚悟。いや、もう泥試合だな、完全に。息の根、止めてくれよ。放て。これほどと。よし、ここに来て、流れが変わったり。まず、秀元がここで絶対になると流れがまた立ち消えになるんで、三兵を引いて、ご覧ください。もう一押しよ、もう一押し。浅はかな。我が力、もう敵の数変だからね。変やりたい。おい、放て。手を打ちましょう。始めましょうか。我が様、お聞きくだされ。我が様、お聞きくだされ。掴んだ勝機、逃しはせぬ。三成の隙はいないからな。力を合わせよ。我らが破れるとは。なに、ここで三成の絶対回答か。もったいないよな。我が様、お聞きくだされ。我が様、お聞きくだされ。ゲチよ、お覚悟願います。我が力、思い知るがよい。一旦引くぞ。このままだ。今は引く。機内もここで解放か。まあ、過去の見解なのか好きだ。よし、これでまさくんも絶対勝つか。秀政が逆に絶対どうする。敵の数残り507。ゲチュ、始めるぞ。ゲチュ、今戦えるのはサコンだけか。サコンだったら勝つよりも勝てる。我らが力、示すは今だ。放て。放て。あとは三つ秀が入ってきてくれるのを待ちましょう。ゲチュ、覚悟しろ。その首、この手でいただくとしよう。なんとか勝てそうだね。これ本当にお互いがお互いに主力を尽くした。放て。双方ダメージがめちゃくちゃ出てますけどね。ゲチュ、始めるぞ。我らが力、示すは今だ。あとは三井勢が戻ってくれれば平成が逆転しますね。再びやりたい。ちょっとね、今回スペシャルでもなんでもないんですけど、めちゃくちゃ時間がかかってますね。やりたい。一度引くぞ。策のあるものがいるようです。ご命令始めるぞ。我が策、お聞きくだされ。このままでは。よし、三成が戻った。策のあるものがいるようです。勝頼につければ手を打ちましょう。我が策、お聞きくだされ。ご命令を始めるぞ。やりたい。おい、くっ、我らが敗れると。いや、本当に敵を全滅に追い込んだっていうね、なかなかないんじゃないですか、ここまでの激戦になるっていうのは。これほどとは。いや、まさに全滅だな、勝てる。味方の存在も半端じゃないっていうね。天下を滑るまで
負ける気はありません。マサトヨは召し抱える。いやー、ちょっと思いのほか大激戦になってしまいましたんで、ちょっと一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思うんですが、今回勝頼軍全滅させましたんで、高東城を攻めている軍と、あと三成軍ね、辻ヶ崎館を攻めて、まあ、できれば富士吉田城に攻め込みたいですけど、兵力的にどうかなというところになるかと思います。というわけで、ちょっと長くなりましたが、今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。